こんにちは、コーチングアーツです。さあ、どんどん次に進んでまいります。次は同じく修正誤説のコツね、コツの創発という領域は変わらないんですけど、その修正の中における次、力道性ですね。これ歯だった、教科書見てください。軸的修正能力の次に力道性修正能力という一応カテゴリーが分けてるんで、この2つ目に入ります。力道性修正能力、その1番ですね。その1番こう書きましょうか。リズム化能力、先出ししちゃいますと、リズム化の次には伝導化能力、弾力化能力、解消化能力という4つがグルーピングされています。それを一つ一つ解説で進めていくわけですけど、その第1番で、どれも重要、関連深くて、バラバラのようで関連深くて、どれも重要なんですけど、まあ特にここですね、運動とリズムなんてまことしやかにね、散々言われ尽くしてきてますけど、やっぱりこれブラックボックスですよね。金子先生もおっしゃってる通り、このリズム化感性、リズム化能力をある程度仕組みの中でそれ向上、改善、発生させる方法論の開発は、まあこれからに期待がかかるなんていう言葉出されてますからね。リズム化能力ゆえに、ここで解説することは結論じゃないです。この方法論がいいよではなくて、周辺、人間が運動ね、覚える、または覚えた運動をよりよく直していくにあたって、運動を自分の中で自在にリズム化する、またそのリズムを修正するみたいなことが非常にキモキモだよという話、でかつその周辺ね、どういうふうにしてリズムに出会うのか、リズムに出会わせるならこういう環境性が必要だ、そんな話をこのボード2枚、これ1枚ですね、2枚にわたって解説をしようというところでございます。リズム化ね、一つのこれはね、解説の入り口で結論ですかって言っちゃいますけど、結論です。はい、ここ行くにあたって、どこに最終的なね、その奥の院があるのか、1枚目の皮を剥がす、2枚目の皮を剥がす、3枚目の皮を剥がしたら何が出てくるのか、リズム能力の奥には出てくるのは、はい、時間論でございます。時間ね、リズムといえばそれはね、時計も含むこれ時間じゃないですか。基本的に生物、生態、人間、もっと言うと地球ってね、春夏秋冬24時間365日、時間じゃないですか。これも全てリズム性ですよね。そんなところまでも含めて、生物とリズム、または時間というところが一番奥の院です。深みですね。ですから運動現象の中でのね、ババン、ワンツー、ワンツースリーというリズム論はもちろん、ここがその言わんとする場所ではあるんですけど、リズム性ってそれだけでは、もちろんそれだけじゃなくてね、それが深みがありますよ。もっと言うと、生物生態にとってリズム性、時間性っていうのは一番肝にある、生きるにあたっての中核現象ですね、みたいなところからのつながり、それで見ていただきたいと思います。どこがって、まあ、ちょっとずつそれね、肉付けして説明してまいりますけど、基本時間論がベースでございます。では解説ね。またとはです。リズム化能力とは、まあ言葉だけ聞きゃもちろんそうなんですけど、私がリズミカルに動けるかどうかという能力、なんだそれだけか、1行でいいじゃないですかっていうわけにはいかないんだけど、でも一言で言うと困っちゃう。私がリズミカルに動けるかどうかを問う、またその能力だということです。じゃあどうこれを説明するかっていうと、煩雑にいろいろ書いちゃいました。でもね、どれも全部必要なんで盛り込んだわけでございます。見ていきましょう。はい、リズムというならば、このまあ図で書くとこうですよ。振幅もリズムじゃないですかね。振幅、周期とも言うでしょう。こういう一つの図式化して、まさに図式化して書きました。これもね、ここにつながる運動図式と関わることなんだけど、
リズム現象を一つ二次元的に再現したただの図です、ね、波でございます。波動ウェーブでございます。ここでじゃあリズム化ってどう言いたいかというと、過去のことも全部、ね、今まで運動学技の伝承で解説してきたようなことも全部一つ用語として並べながらいきたいと思うんですけど、まず今ここなんですよ、リズム化。今ここ、さあその動きにおいて、あさあ今ここ、さあやろう、さあその動きをやろうと、その瞬間ですよ。今ここなんです。時間は今、場所はここ、はい、そこにおいて何を感じるかです。まず何を感じるか、これリズム化ってことですから、リズム性、周期性をどう感じるか、その瞬間に感じられる周期性が図で言うとこうでしょ、いわゆる幅と高さでしょ、ね、いわゆるこの1回の周期がどれぐらい時間かかるのか、または、どれぐらいの高さなのか、それによって一応二次元的には定義できますよね。高さと幅としてリズムの特性って一つ二極でと捉えられるじゃないですか。今ここでどんな1回のリズム性または振幅の高さのことなんだろうっていうことに感じるわけです。この運動やろうとする動きはどんなリズムなのかっていう感じる、これをもって前申し上げた原因象から来る直感ですよね。ああその感じなのね、ああその感じなのね、なんですよ今ここ、ああその感じなのね、これは直感です。運動学で言うと直感だし、これ全部同じことなんですよね。厳然化なんていう難しい言葉も使われています。またはこの前段で説明した再認化、ああれねって再認でしょ、全く新しいことない、過去の経験と体験からああれねっていう再認なんですよ。それがその瞬間自分が目指す対象に対して、また見たその参考にするものに対してどう感じるかなんですよ。なんとなく分かっていただけますね。今ここでどんな直感が上がってくるのか、総じて体感能力なんですよ。一言非常に抽象的ですよね、うん、でもここにチャレンジするんですよ。体感能力なんていうカテゴリー定義を出して、それをトレーニング対象として考えた近代対近代スポーツってないじゃないですか。武道の世界で当たり前ですよ。そうでこれとね、まあオリエンタル的なこの武道武術の世界って、これぐーっとね重ねて考える必要はどうしてもあります、うん、これは重ねても逆によくわかる。スポーツと武術ってよく言うんですよ最近ね、古武道をスポーツになってるんですけど、うん、もうちょっとこの辺も加味しながら本当に認知的な解釈と同時にギリギリの武術を極める、本当に達人の感性みたいなところ、また彼らがやった基礎鍛錬、それを表と裏でこれ合わせるんですよ。そうするとね不変更かかってるんですよ。ああやっぱりこの辺が人間の運動学習とか再現とか、うん、達成とか、あできるできないとか技の高みとかっていうところに非常に重要なエッセンスを、ね、与えてくれるわけです。だから運動が、僕にとっては運動学は運動学だけでも半分、じゃあ 理論度外視した本当の実践の究極の世界もだけでも半分、これをピタッと重ねる、これがやりたい一番の仕事ではあるんですけどね、うん、戻りますよ。直感性、今申し上げたあその感じねって思わせてくれるのはその人間が持つところの記憶と体験です。運動学ではこれ原因象っていう名前をね、言葉を使ってます、金子先生は。うん、記憶と体験とするならば、これは私が作ったちょっと一般用語、動きのボキャブラリーですよね。動きのパターンを無自覚に自分がストックしてる、だからあの感じねってなる、で直感として今ここがある、でその解析した結果リズム的に解析するとどれぐらいの幅を持ってどれぐらいの高さとして実感するのか、それがターンタンなのかタタンなのかタタタンなのかターンターンタンなのか、わかりますよ、うん、自分で区別するわけだ、ああの感じねと、なんとなく入り口ですよ。だから今ここでどう感じられるかの体感能力をまず豊かに鋭くすることが、どれほど運動学習、もちろんスポーツパフォーマンスの人も中学中の中学になるかってことなんですよ。そう
どうしたって世の中はフィジカル一人歩きで、ね、データを測ってそのデータを上げるっていうところに走ってきたここ30年かもしれない。うん、否定はしません。定量化、測るという世界の否定しません。ただそれの良し悪し、そこの良し悪しも決める、もっと言うとフィジカル以前の問題として存在する能力なんです、うん、もうここもこれも十分にある程度捉えながらトレーニング、コーチング作っていく時代がね、目の前までも開いてますから、ね、そこの先駆けをしているつもりです。動きのボキャブラリー、自身が無自覚にストックしているところの動きのボキャブラリーから上がる直感性、はい、それをきっかけとして、それを自身が運動リズムとして捉えるわけですよ。ああ、あの感じね、あババンバンねとかね、あドドンドンドトトトン、あの感じねって言うわけですよ。そうなると、あの感じねでリズムで捉えた時にはもう今ここを発端としてこれからとそこが生まれるんですよ。今からこれからここからそこが生まれる。トトンとあの感じねって言った瞬間に先読みと先取りしてるわけですよ。予感です。直感と同時に、最適にですけどね、直感と同時に浮かび上がってくる予感なんです。ああの感じねって、わかります。リズム的に捉えると何回も言うんですよ、この幅とこの高さならばこれが連続すれば先がわかるでしょ。あこのリズムでこういけばこうなるなっていうのは、これが同時発生するんですよ。これ人間の場合ってただ精度ありますよ。その同時発生の精度が結局動作達成の精度に変わりますからね。当然精度は度合いですから高低あります。その精度を上げましょう。体幹能力の精度を上げましょう。リズムにおいて、しかもリズムが中核だから、中核だから、これはもう口酸っぱく、もう口酸っぱく言いますよ。うん、だからもっとリズム研究、これからはね、どうやってリズムを上げるね、ラダーね、決まった通りにラダー踏んでればいいんですかっていう時代はね、完全に終わってますね。はい、わかりますか。こういうことなんですよ。今からこれから、今からこれから、ここからそこっていうのは同時発生するもんですよ、リズムにおいて。そういう解釈であります。じゃあリズムとするならば、そこにはもうこういった時点で流れるでしょ。ウェーブが流れて、これ流動性っていう言い換えてます、これ金子先生。運動流動性、流れが生じるもんだよね。そうするとね、予想だろうと何だろうと、あこの感じはこうやってこうやってこうやってああでしょってなると、流動的に予感されたものっていうのを形として認識するんですよ。ああの感じの動きの効果って、あの感じの効果って言った瞬間に自分の中に時間と空間が生まれてますから、よ想像の中で、予想の中で、予感の中で、これを運動図式と呼んでいらっしゃる。で自身の意図した運動図式を運動学だと意味覚って言うんですよ。自分の運動感覚、自分が自分でしかない動きのイメージ感覚、そこには開けば時間と空間性が畳み込まれて、意味として、意味覚を畳み開くと時間と空間が畳み込まれてますからね。そこ開くとね、そういうことなんです。意味覚って言えば覚なんだけど、開く開く開くと時間と空間が畳み込まれてる情報が、なんとか分かります。だから全部見えないんですよ。見えないんです。そうメタフィジカルなんですよ。見えないんですけどあるんですよ。それが結局自己処理としての動きの精度とか、ね、安定性とか、うん、再現性とかっていう言われるようなことを大きく支配してますねってことなんですよ。そうだから結果として出た再現性を問うのももちろんだけど、その前段としての予期としての直感予感としてのもの、巻き上がってくるもの、持ってるもの、感じられてくるもの、うん、そこは実はトレーナビリティありってことなんです。だって修正だから、この議論は修正能力だから、うん、変えられるってことはもちろん先天性は認めながらも変えられるんですよ。うん、その辺まで運動学習、トレーニング、パフォーマンストレーニングも発展していく時代だなとつくづく思うところなんです、うん、そのきっかけはやっぱりね、先達である。今更言ってないですよ、運動学なんてもう岸野先生から言えばだってもう、ね、この流れなんていうのははっきり言って
太平洋戦争前で、戦争前からそんなのは教育大の歴史の中で面々としてあるわけだから、今更二郎ではあるんですけど、やっと一見のね東京オリンピック超えてデータだ体力測定だってスポーツイコールフィジカルだっていうふうに随分傾いた時代からもうちょっと原体復帰して、いやいやそれだけでも分かんないよねっていう話にやっと揺り戻しがね起き始めてる、うん、今更運動会なんですよ。でも今からの運動会なんですよ。これ痛いこと分かりますね。今からの運動会ですよ、うん、だからこれから本当指導者のやっぱり指導力にあたってはこういう運動の認知解釈、認知的解釈がまあ欠かせない、どちらかというと中核ですよね、はい、いう時代がね目の前までとかもう来てますね、うん、その中でもですよ、その中でもリズム化っていうのはやっぱりどうやっても真ん中に来るんだよっていう、ものすごいねちょっとうるさいぐらいでしょ今日、うん、これが言いたいんですよ、うん、いうことでございます。なんとなくリズム性の意味と外堀、じゃあコーチもう一個ね、このボードの次もう一つ、これだけじゃちょっと抽象に過ぎますから、もうちょっともう一つ解説解釈を、ね、加えますから、お待ちを。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。